んたが。自分の意思でいなくなったと。だから誰かに連れ去られた、さらう動機、そういった人たちの情報、頼みがあるの。依頼があるのですが。また来てくれ。今のところ、これ…そういえば、改めて思い返してみると、歳は若く見えるのに、どこか古風で…物知りのようで、そうかもしれませんね。あら？せ、だけど、私すっ
レンが行方不明で、しかし手が…フレンがいなくなっちゃう。誰かに会い、アロイスさんも。お腹空かせてねえかな。そういや、さっきアロイスさんって関係ねえとは思うけど。それはフレンをかどわかした犯人か。確証はないが、近頃あの人の件は念のため話を聞いてみたら、いつもならばこの時間は来ん。しかしフレンが行方を、何の根拠。ギルベルト殿がずっと気にかかっていて、それに姉先生。これは、私がフレン殿を、その池の中に沈んでいた。今のところこれと、しかし疑われている点についてはかつて私はイングリッドが私を見かけたとして、アネットは騎士団の下の連中はもう待つのに。イエリッツォ？だが
何を根拠にあいつを疑うんだ。そうか、達成されましたね。先生、フレンがいなくなったの。で、俺はあくまで個人クレンのことをみんなに聞いて、クレンだけじゃなくて、ああ先生か。学級は違っても生徒は生徒だろ。探すんですよね。彼女が紋章の力を、もし珍しい紋章だったら、は、あ、いや、別に犯人。先生。フレン君が姿を消すとは、何？我が輩を怪しむ者がいるだと？その通り。フレン君の。この。先生。ねえ先生、マヌエラ先生を見かけ、フレンちゃんがいなくなったのと。何、あれ、知らなかった？一人、シャミアさん、騎士ですが、何して、先生、先生、何で苦労がしましたかな。わしも微力な、うん、わしをお疑いの途中数年間ほど、わしはこのガルブマークに勤めて、今までセテス殿に妹がいるとなれば気になって当然に。なんだ、フレンの剣か。わ、ああそう、私が騎士だ。それとフレンを結びつける。よ、フレンの剣か。あ、わた、それとフレン。あんた、もしよければ手伝ってやろうか。課題や、それじゃ、これからよろしく頼む。騎士団の任務がないときはいつでも平気だ。
手数おかけしました。主よ、フレン、その何か用か。また来てくれ。フレンが行方不明で、しかし手がかりはとんとねえ。どうした？まあ、何やら仮面のようなもんを持ってた気がする。あまり親しくねえから自信はねえが。マヌエラ殿はイエリッツァ殿の仮面を持ってどこかへ走り去った。二人に話を聞く必要がありそうね。マヌエラ殿はどこへ行ったのかしら。イエリッツァ殿は訓練場か自室でしょうね。部屋は騎士の間の東側だったような。何か用か。これでいいか。よし、終わったぞ。また来てくれ。
こうし。私はあまり食事を重視し、これなら何に。話しません。人のいないところで。もう率直に言っちゃいますね。私、先生のこと苦手なの。あなたは指導者として見守ってるつもりかもしれないけど、なんだか意味ありげな視線が私の心を見透かしてくるようで。いいの、先生にその気がないのも、私が自意識過剰なのも分かってるわ。私はね、何も持ってないんです。領地も家柄も財産も知恵も武芸も。だから歌姫としての人気にすがって舞台を降りても演じ続けてる。先生の視線はそんな私に、演じてるのはお見通しだぞって訴えてるみたいで、それが私があなたを苦手に感じる理由ね。代わりに何か先生の弱みを見せてくれません？先生、本当？弱みのない人なんていないはずよ。それを握れば苦手に感じることもなくなる気がするのよね。それじゃあ失礼して先生の弱いところはどこかしら。耳？首筋？脇？それとも今度私を見透かすような目をしたら、弱いところを徹底的に。先生、どうしたらそんな風に無反応でいられるんですか？人の血が通っているのかしら？そんな冗談。え？本当に動いてない？なんて、そんなのに引っかかったりしませんよ。何か仕掛けがあるんでしょ？こんなん楽勝だよな。はい、頑張りましょうね。何かつかめそうね。ふむ、いつか極めてみせよう。ちっとは強くなりゃいい。
美しさ。